後半戦です。第6試合 IWA 女子シングル選手権試合、チャンピオンレジーベネット対挑戦者井上貴子。レジーベネットはですね、2度目の防衛戦ということになります。さあ今ゴングを待とうというところ、そして後半戦からですね、この放送席にゲスト素晴らしい選手が来ていただきました、渡辺智子選手です、はい、よろしくお願いします。まあ素晴らしいラリアット一発見させていただきました本当に、はい、もうスカッとしましたねありがとうございます、どうですか、こういう一歩離れたところで試合を見るというのは。いやそうですねとてもいい席ですねリングサイドかぶりつきというね、この席でじっくりとですね、このタイトルマッチ見ていただきたいと思います、はい、さあまずは手四つ1対2ですよ。手四つっつっても片手、はい、そうですね、1人は、まあ、とにかくこのレジーはですね、そのトヨタからこの AW のベルトを奪ってからですね、もうなんと言うんでしょう、なんかこうブレーキの壊れたダンプカーなんて昔言いましたけどもそんな感じですよね本当に。でもさあロープを下りして、なんかレジベルトでチャンピオンベルトあってもなくてもっていうのはそんなタイプではあるんですけどね、まあ、はい。さあ一方の井上貴子、非常にハイアングルなブレーンバスターを今食ってしまいましたけれども、ちょっとアジャコング系でしたね今ブレーンバスターはね、はい、渡辺選手はこのレジのことはどのように、どういう、まあ、レスラーというか、うわすごい、そうですね、感じてますか、やっぱ当たることが多いんですけど、はい、地方の試合とかで、一発一発がすごいやっぱ力が入ってるから、うん、すごいなって、うん、まあ、やはりその体重差というか体格差というのをもうフルに生かす、そうですよね、その体格差を生かし、うん、体格を生かして、うん、技が、まあ、この体であれだけ動き回る人もまたね、すごいですよね、珍しいですからね、一番上のロープに乗ってセンターまで飛んじゃうんですよあのスプラッシュ、この人お得意のっていうか、はい、すごいですよ、ご自慢の技があるんですよね、ボディブレね、あれ食ったことあります？あ、もう何回も、もう何度も慣れたもんですって感じでそれでいつも取られてますね、いやいや取られてる気づくと、まあ今日のこの高子もですね、あの技を食ってしまったらちょっとパンチ切るとね、あのやっぱりあとフォーリングエンジェルとか、あのラーラーラーとかね、おっとこのボディプレスをうまく返した高子、なんか手首を怪我してて試合休まれてたんですよ高子さん、はあはあはあ、両国の前の試合を、はいはいはい、だからちょっと大丈夫かなって感じ、ね、なるほど、まあちょっと今ね、シルバーのコスチュームで隠れてはいるんですけども、あっといきなりすごいレジラック、レジラックですか、おお、いやいや一つ一つの肩外したんですよね、なんか2週間ぐらい前に、そうですね、私アメリカ行ってる時に外したって言ってました、ええ、それですぐにコーチが肩入れてくれたんだけど、やっぱり一回外したもん外したもんだから、そうですね、あっと危ないぞ危ないぞ、うわー来た、うわーすげー強烈ボディープレス、危ない、おっと危ない、なんかあの程度でって言っちゃあれですけども、あの程度の技でもやっぱ体が大きいだけにもう説得力十分ですよ、お客さんから拍手もらえるんですね、あっと
あたりも高子がよく動きを見ていたか。まあここまではしかしね、さすがの高子もですね、このレジのパワーにタジタジという試合展開であります。あ、叩くともはいいですが、まあこの高子もですね、あっと、なだれ式ののど輪落としだ。うん、このあたりは自分の体重が当たとなってしまう。このレジベネットカウント2、高子選手としては結局そういう攻め方なんじゃないですか。もうこれどうしたってね、まあ正攻法真っ向から言ってもですね、なかなか崩せる相手ではありませんよね。まあ、マットでもってこういう風な締め技をやるならまだしも、はい、やっぱり面と向かってこう正面から来てボディスラムで投げてとか、うんうんうん、それはなしでしょ今日は。なるほど、まあどのあたりで勝機を見つけていくのか井上貴子ね。あの渡辺選手ね、はい、やっぱりボディスラム一つでも相手が出なきゃきついというか、はい、やれないもんですよね。そうですね、投げられたら効くし、はい、あ、やっぱりレジみたいなのだったら上げようと思っても絶対上がんないし、上がんないもんですよね、上がんないですよね、うん、だから私上げたことないです。あ、ボディスラムで。そう、ボディスラムでもブレンバスターでも逆にやられちゃうんですよね。だからいつも、あ、構えに入ると。そうそう、なるほど。鍋のパワーをしてもダメ。うん、なんとかですね、まあ、昔そのアンドレ・ザ・ジャイアントがですね、日本マットを荒らし回った時にはですね、ボディスラム持ち上げるか持ち上げないかというだけでですね。